あんじゃ。じゃあ。じゃあ。なんですか今日は。今日も質問なんですけど。質問多くでさい。質問ばっかり。質問いっぱい。やりますか。はい、行きます。ダブルスでスマッシュが遅くて何本打っても決まんないんですけど。あれ。ダブルスはダブルススペシャリスト。確かに。ダブルスでスマッシュが遅くて何本打っても決まんない、決まりません。その時にスマッシュを打たないで勝ったとか打った方がいいのか、スマッシュを打ち続けた方がいいのか。スマッシュを打ち続ける。打ち続けた方がいいですか。止まらない打ち続けてください。以上だよ。ミスしないように連続攻撃すればいいと思います。それカットも攻めてることになるじゃん。ああ、カットも混ぜてもいいんじゃない。カットも打ちながらスマッシュも打つみたいな。頑張って。俺はどっちかというとスマッシュ速い方じゃないし、やっぱ全然決まんないだから、やっぱりよく連続で打てるって言われてた。スマッシュ以外何があるの。えスマッシュ以外何があるの。これが得意なの。うん、サーブレシーブ。打った方がいいんじゃないかなって。全力で打ち続けるんですか。7割ぐらい、ね、打った方がいいと思うんですけど、根本的に。ああ、僕はそういう考えかな。でも 100% で打ち続けたら体力持たなくないですか。持つように普段から練習すればいいんじゃないですか。おお。でも無理な場合もあるから、勝ってかで入れていくっていうのもって感じですね。僕だった。先生お願いします。はい。もう喋りますそのさ、なんかスマッシュが遅いって言って打ち続けて決まんないんですけど、実際見てないじゃん。はい、分かんないんだよ。そのスマッシュが遅いって言って、大体スマッシュって普通の人何キロだったら200キロぐらいです。一般レベルのダンスだったら200キロぐらいって考えたらいいかな。でもその遅いっていうのは150キロですよ、じゃあ、はい、球速が、はい、150キロの球を工夫したら170キロの体感スピードとか、まあ、200キロの体感スピードぐらいに見せることが俺可能だと思う。それをするためにはどうしたらいいかって言ったら、永遠に150キロ投げ続けるのダメじゃん、はい、でしょ。だし、じゃあカットとかみたいな急に